松井三郎は、日本の政治家。静岡県小笠郡大塚町助役、静岡県庁生活文化部、ワールドカップ推進室室長、静岡県庁総務部防災計画室室長、社団法人静岡県建設産業団体連合、海鮮無理事、静岡県議会議員、掛川市長などを歴任した。1946年10月6日。 静岡県小笠郡掛川町にて生まれた。掛川市立第一小学校、掛川市立東中学校を経て、静岡県立掛川西高等学校に進学した。高等学校卒業後は、上京して、早稲田大学に進学し、政治経済学部の政治学科にて学んだ。大学卒業後は、静岡県庁に入庁した。 企画調整部の秘書課にて調整主管を務めた後、環境文化部の環境企画課にて企画調整主管を務めた。その後、静岡県小笠郡大須賀町に出向することとなった。大須賀町においては助役に就任するとともに、大須賀町農業委員会の会長なども務めた。静岡県庁に戻ってからは、 生活文化部の国体準備室にて参事を務めた後、ワールドカップ推進室の室長を経て、総務部の防災計画室にて室長を務めた。2001年3月、静岡県庁を退職した。その後は、土木建設業者などによって構成される、静岡県建設産業団体連合会の専務に就任した。なお、静岡県建設産業団体連合会は、 建設産業の社会的、経済的地位の向上を図ることを目的とする、社団法人である。その他、掛川アーバンルネッサンス研究会においては、その代表幹事を務めた。2003年4月、静岡県議会議員選挙に、掛川市選挙区から立候補し、初当選を果たした。2007年4月には、2期目の当選を果たした。その後、 静岡県議会議員を辞職し、2009年4月に、掛川市長選挙に立候補し、現職の戸塚信也を破り、初当選を果たした。以降、2021年4月の市長選挙に、立候補せず退任するまで3期務めた。2016年9月4日、静岡県、掛川市総合防災訓練にて、静岡県知事、川勝平太郎とグローバル化。 多様化する社会を背景に、行政だけによる街づくりではなく、市民、地域、市民活動団体、企業など多様な主体による、共同の街づくりを理念に、市政運営に取り組む。ありがとうございます。